主様とクレア様のお姿を見ていると微笑ましい気持ちになるんです。そうは言いながらもお姉様を救いに向かわれるお優しさがあるじゃないですか。はあ、私も欲しいな。構って欲しいわけじゃなくて、むしろ私の方が構いたい。年下の子を構いたがるクレア様の気持ちが私すごくよくわかるんです。妹か弟欲しいな。まさかそれは遠回しに影の桶に私を加えてくださるという意味？どうしましょう。挨拶の言葉を考えないと。